ーシンクド、でもおお。今回もスチームの基地建設フェスのゲーム、自動化 SF 街づくりな世界でございます。それではデモ版の世界に、礼言っちゃおう。そしてゲーム開始直後に英語で幕し立てられる。まあ日本語対応のゲームじゃねえしな。聞いてもわからないので適当にやりましょ。まずはこのランダーで拠点を展開。さあランダーよ、ベース基地を作るのだー。ランダーが消滅、分解されて建材になったか？設計図みたいなのが表示されじわじわ建設。お、SF チックな建物ができたぜ。ここを拠点にこの地を開発するぞー。右下にミッションが表示されてるぜ。チュートリアル的な何かかな？とりあえずこれこなしてく感じで進めましょ。だな。インフォメーション的なサムシングもあるし、これ適当に見ればなんとかなるかな？適当だな。てなわけで最初からいたスカウトに、レーザーマイニングツールを装備。この星の資源は私のものだー。スカウトよ、すべて掘り起こせー。強欲。あと装備品はサイズがあって、施設やロボによって S や M といった感じのソケットが必要です。ソケットのサイズ見て使用用と考える感じになりそうだな。お次は中央施設にファブリケーターを装備、これで掘った鉱石をインゴットにします。今スカウトが掘ってるのをそこに運ぶ感じになるのな。そんなわけで鉄インゴットにする個数を指定っと。1個から無限まで指定できるから、自動化が始まったら無限指定が良さそうだ。クリスタルを探せのクエストが出てたのでスカウトで周囲を探査アーク。あのでかいのが大鉱脈っぽいぜ。わかりにくいけどちっちゃいのもあって、これはマイニングしなくても拾えます。ちょびっとクリスタルゲット。英語でまた何か言われてんぞ。はいはいなんざましょ。スカウトのエネルギー切れでした。稲妻マークのところがゼロになってるぜ。今は中央施設の発電のみなので、その周辺しか電気通ってないよ。まあ電気切れてても遅くなるけど動けるから、戻ってくれば普通に充電できるぜ。電気切れると採掘はできないから、そのあたりは注意しないとかな。お次はファブリケーターでアセンブラーを作成。アセンブラー、組み立てかな？アセンブラーでは回路基板からワーカーといったロボとか、幅広くいろいろ作れるみたい。お、ロボ作れるのか、早速作ってみようぜ。あ、ロボ作るための部品から作らなきゃ。地道。まあいつかは全部自動化工場にしたいねー。施設の拡張が急務だぜ。そしてしばらくしてワーカーが誕生。これで開発速度が上がりそうだぜ。とりあえず物流ネットワークに接続、ワーカーよ、休むことなく物流管理をし続けるのだー。ロボ使い荒いってレベルじゃねえな。さて建物の増築と参りましょ。 S サイズのソケットのある建物を選択。では建物をホイットな。原料は電子基板と鉄板。建物ができたのでファブリケーターを用意してスカウトに設置してもらいました。ここは鉄インゴット生産工場にしましょ。安定して鉄インゴットが供給できるといいな。そういえばワーカーはスカウトより持てる荷物が少ないので荷運びから採掘に転職しました。ロボによって増え手がありそうだ。お、またチュートリアル出てきたぞ。アップリンクなるものを作って研究を開放したよ。中央に設置されてるとんがってるやつか。デモ版ではこのベーシックだけが研究可能みたい。この項目だけでも10項目か、結構あるな。まずは左端っこからやってきましょ。これ電子基板をアップリンクにねじ込んで放置するだけで終わるみたいだし。それならすぐ終わるぜ。そしてあっという間に研究完了。何に使うのかよくわかってないけど。おい、説明はあったので気が向いたら作るよ。また適当。お次は真ん中のストラクチャー。必要資材は鉄板のみ。施設はすでにあるから作るだけだな。今日も日が落ちる。おんち、しっけいな。綺麗な夕日でもフォローできねえ無様さだぞ。糸悲し。あまりにひどい騒音にロボたちが停止。資材がいっぱいになって止まってるだけだよ。材料が余るのはもったいないのでファンデーションを設置。ファンデーション、基礎的なサムシングかな？とりあえず移動速度が 10% ほど上がるみたい。さいですか。そしてロボたちがせっせと働き、ストラクチャーの研究が完了。新たな建物や倉庫がアンロックされました。お、ちょうど倉庫なくて作業滞ったりしてたし、これはありがたいぜ。建物建てるのに必要な補強板もアンロックされたから、まずはそれに着手しましょ。だな。お次の研究はパワー。必要資材はクリスタルか、これも楽勝だぜ。補強板の原料の鉄板作ろうとしてたら完了。じゃあお次はビヘイビアで、ロボの制御系かな？研究資材は回路基板と補強板、数の確保はできてないので研究はちと後回しで。先に作業効率アップのため倉庫建設。
置き場所がないと採掘が止まっちまうもんな。作ったものを置く場所がない場合も生産が止まるから、倉庫は多めにあるといいかも。だな。そしてしばらくして倉庫が無事完成。これまた SF チックでかっこいい建物だ。この中に資材が大切にしまわれるわけだな。あ、資材は上部に平置きだよ。もういっそ地べたに置けよ。鉱石以外の置き場も欲しいので倉庫を追加。電子基板とかも何気にかさばるんだよな。こっちには鉄のインゴット置きましょっと。だんだんと生産ラインの自動化が整いつつあるぜ。ビヘイビアの研究が終わったのでお次はロボティクスを開始。必要資材は補強板とクリスタルか。補強板は前の研究で使い切っちゃったし、生産力強化のため新たに工場を作りましょ。この建物は M と F2 つのソケットがついてるから、鉄板と補強板が一箇所で生産できそうだな。建物が完成。とりあえずファブリケーターをホイット。鉄板の生産が軌道に乗ったら、アセンブラーで補強板の生産開始だぜ。ちょっとずつだけど生産ラインが増えてワクワク。発展を眺めるのは楽しいぜ。スカウトよ、キリキリ荷物を運ぶのだー。ワンオペ物流のスカウトさん激務でございます。ミオ熟練のスカウトの華麗なる荷物運び。鬼労働。百科ー、この星の資源を食らい尽くせー。こっちはこっちで激務だな。この調子なら、鉄インゴットの生産ラインも強化しても大丈夫そうかな？採掘間に合わなかったらワーカー足せば平気じゃね？そんなわけで S サイズ ×2 の基礎を立てて、インゴットのダブル生産を開始。鉄板工場のすぐ隣だからインゴットも運ぶの楽かな？スカウトさん、考えー。おい。ロボティクスの研究が完了。ロボティクスアセンブラーが開放され、通電プレートやシリコンが生産できるようになりました。新たな生産工場を作らないとだな。お次の研究はパワー。パワーの2段目はソーラー発電とかあるみたいだな。今のところは電力余裕あるけど、ロボが増えたら必要になりそうな予感。パワーの研究が完了。必要資材がロボティクスと同じだったからあっという間。ソーラーセルやバッテリー、送電装置のようなものが解放。さてお次の研究選択はナノボッツ。研究資材は通電プレートか、少し手間がかかるな。クエストにビヘイビアコントローラーなるものがあったので、ちょろっと設定しましょ。結論から言うとうまく動かなかったんだけど、下の項目から命令を選んで組み合わせることで、複雑な指示をロボットに個別に設定できるみたい。移動してアイテムを拾って移動してアイテムを置く、それをループみたいな使い方ができそう。現状はフル自動で間に合ってるけど細かくやりたい人にはいい機能かも。ちゃんと検証しろよ。なんか業務の自動化の仕事してる気分になって途中で心が折れた。おい。お次のクエストはシリカを探せ。ちなみにプレイ中は塩だと思ってました。シリカとソルト、S しか共通点ねえじゃねえか。てへ。そんなこんなしてたらナノボッツの研究が完了。真ん中のロボティクスプロダクションはシリコンの素材をまだ作ってない状況なので、先にエキスパンデッドパワーを選択。シリコンが必要になるので、こっちを拡張して生産工場を作りましょ。使用する資材の種類も増えてきて、だんだんと頭がこんがらがってきそうだ。電力が減ってきたのでソーラーセルを設置。昼間の電力が50増えた。エキスパンデッドパワーの研究が完了。風力発電っぽいのが増えた。結局シリコンの準備はまだだけど、ロボティクスプロダクションの研究を選択。急いで我が拠点にシリカを運ぶのだー。だが遠い。シリコン工場を建てようと思ったら電気が届かぬ。さすがに電気なしじゃ工場動かんぞ。そんなわけで上に基礎作って送電する装置を設置。無事通電。でもシリカ採掘のロボがバッテリー切れ。なんてこった。とりあえずわからないけどパワーボットを作ってみよう。バッテリー装備してるしパワーありそうだな。パワーなかったので結局ここでソーラー発電することになった。パワーボット、奴は名ばかりの存在。この役立たずのボロッと野郎が節電のためシャットダウン。シリカの採掘は軌道に乗ってないけど、ロボティクスプロダクションの研究は完了。そしてデモ版最後の研究となるゲートウェイテクノロジーを選択。研究資材にロボティクスデータキューブとかいう、作り方わからんのが混じってるな。他にワイヤーも必要だから工場拡張しましょ。ワイヤーはシリカと鉄板で作るから、シリカの需要がさらに増えそうだぜ。シリカの鉱脈に送電機積んだワーカーが到着。周囲のロボットにちゃんと電気が行き渡ってるな。枯渇したら再設置しなきゃだけど、これで当分シリカの採掘は大丈夫かな？夜中になったら無事バッテリー切れで帰宅。小屋風力かバッテリーも必要か、地味に面倒だな。
クリスタルの採掘も効率を考えソーラーを導入。こっちも近いけど電力は足りてねえんだよな。クエストの指示に従いツインボットを作成。S の装備が2つ搭載可能、まさにツイン。最初のお仕事はシリカ鉱脈へのバッテリーの運搬。ツインは装備品を装着した上で、さらに他にも荷物を4つ持てるのがかなり有能。ワーカー、それは荷物を1つしか持てない雑魚。ツインボットさんはその後探索の旅、謎の建物に立ち寄ると突如パズルゲームが始まる。なんで？この手の世界だとなぜか鍵の施錠がパズルになるけん。4桁の数字の方がまだセキュリティ高そう。まあ4桁ならまだ気合で開けられるけど、英数字とかのガチのパスワード求められても困るぞ。それはそうなんだけどもやる。これはこういうもんだと思って納得せい。ふぅー、やっと解除成功。あれ？開かないんだけど。修理に電子基板が必要らしい。縮小。拠点に戻って電子基板を持っていく途中で、別の探索地を発見したのでサクッとロックを解除。オープン。お、研究に必要だった謎素材、ロボティクスデータキューブが入ってるぜ。あと4個必要だから引き続き探しましょ。だな。エマージェンシー、エマージェンシー、前方に未確認生命体を発見。うお、なんだあや、ロボ並みにでかい三葉虫だ。こんなこともあろうかとツインボットにはタレットを装備済み、返り討ちだあ。ちなみにソーラー発電も積んでるので電力も安心。さすがツインボットさんだぜ。キモムシを殲滅して奥に入ったら奴らの巣を発見。やっぱあ、お物は消毒だあ。もしかしたら放置すると、基地襲われるとかあるのかもしれんな。キモムシ、セイバーアイ。無駄に効果線を出し切っております。そして探索を再開したらまたパズル。さっきのとは違うタイプのパズルだ。地味に難しい。お前頭ゆるキャラだもんな。見た目もゆるキャラみたいで可愛いよ。頭のゆるさは否定しないのな。今パズルを頑張って解いてるよ。生温かい目で見守ってやってください。ゆっくりしていってね。無事解除。なお、修理には鉄インゴットが必要です。鉄なんて持ち歩いてないよ。またのご来店をお待ちしております。新種のキモムシ襲来、ビームで応戦だあ。このキモムシ硬いぞ。あ、でも一定距離しか追ってこないみたい。それならヒット&アウェイで楽勝だぜ。ツインボット、新たに謎の建物を発見。ノットインデモ版じゃないってよ。ちぇ。そんなこんなでツインボットさんの成果もあり、無事最後の研究ゲートウェイテクノロジーが完了。何やら色々素材っぽいのが解放されたみたいだな。ミッション見る感じこのリシュミレーターとやらを建てればデモ版クリアかな？取りま立ててみようぜ。あいよ。これめっちゃ素材使いますやん。素材を作るため素材を作る根気との戦いが始まる。それなのに採掘してたロボが停止してシリカ不足。ロボや施設が増えて夜は電力不足。高度なフレームを作成するため工場を増築。必要素材が多くて混乱しそう。最初のシリカ鉱脈を掘り尽くしたので、キモムシがいた場所の鉱脈の採掘を開始。ソーラーは設置したけどここも微妙に遠いぜ。そして謎のウイルスに感染。デモ版では無効でした。製品版だとえらいことになりそう。採掘の期間途中に何者かに襲われロボ爆散。悲しいかな、ロボたちの遺品が地べたに転がっております。このもやもやっとしたところに敵は潜んでいるぞ、ぶっ転がせー。ツインさんが無事成敗。敵の規模が大きくなったらロボ師団を率いて戦ったりするのかな？それはそれで面白そうだな。そして度重なる試練を乗り越え、我々はついにリシュミレーターの建築を開始した。今日も休むことなく毎日働き続けたロボたちの集大成が、今、完成する。Thank you for playing. デモ版、これにてクリアー。こんな感じの D シンクドデモでしたがいかがだったでしょうか？なかなかクオリティの高いゲームだったな。やりごたえもあったし。ほんとやりごたえあったよ。動画撮影ミスって2回やったし。安定のやらかし。ゲーム自体は面白かったので、有志の方が日本語かもっと作ってくれたら人気出るかも。他人だより。じゃ今回はここまで、グッドボタンよろしくねー。連射してもいいけど奇数回でよろしくだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。